森保監督の力量だとワールドカップのアジア最終予選少し不安ですが、レオさんどう思いますか？少しじゃないです。めちゃくちゃ不安です。だけどこういう時に不安だったり、こう、例えば勝った試合でも、いや、こういうとこできてないから、いずれ強いとこ出る人がやばいですよとか、ね、相手がちゃんと対策をしてこないチームであることを祈って応援するしかないっていう話はいつも俺するじゃん。こうすると、いや、勝った時ぐらい喜んでくださいよとか、そこは素直にとか、なんか不思議な怒られ方するんだよね。そういう風になった時に、ね、今更言ってもって言われたくないから、今更になんないように今のうち言ってるんだけど、そう、だからもうね、不安なんだけど、不安って言っても誰も伝わってくれないんだよね。っていうか、不安だからこそ言ってるんだけどね。こういうのをね、で、今日とかさ、すごい、チャット欄とか素晴らしいというか、やっぱり代表戦とかやってる時のさ、むちゃくちゃな人たちがいないじゃん。すごいなんか、ちゃんと、サッカーをちゃんと喋りたい人たちが来てくれてるから、こういう人たちにはすごい伝わってると思うんだけど、多分今、そうだよね、どうしてこうかね、みたいに思ってくれてる人たちが多いと思うんだけど、そうじゃない人が来た時に、そっちが大衆意見になるから、まあ、それは僕の力ではどうしようもできないですからね。なんかね、勝ってる時に言うなとか、なんかこう、今日ぐらい喜べとかじゃなくて、勝ってるかどうかとかで判断してないですよね。いいサッカーできてるから、この調子でやってったら今良くないかもしれないけど良くなるよとか、今いい、勝ってるけどこの調子に行ってたら悪くなるよ。お医者さんと一緒なんですよ。体調よく見えるかもしれないけど、この数値のこの値出てるから病気になりますよとか、このままいったら糖尿病になりますよみたいなあるじゃん。それと一緒なんだよね、やってること。逆にさ、体調めっちゃ悪そうで足にそうですってなってても、あ、この数値が回復してきたんでとか、ここのオペ成功したんで今後良くなってきますよっていう風に。だから現に、まあ良くなって退院する人がいるし、悪くなって入院する人がいるじゃん。それをやってるだけなんだけど、ね、いや、今入院してないんだから、ね、治療すんな、みたいな。いやいや、確実にこの後死ぬんだけどなっていう。いいんすか？今入院してないから、みたいな。そんな感じなんだよね。だけど、いや、今元気にやってんだろみたいな。ってなると、あ、もうそうなるともう話すだけ無駄だな、みたいな。で、これを今はさ、ちゃんと聞いてくれてる1300人が聞いてくれてるから、そうだよねって多分、なんか笑ってくれてると思うんだよ。そうなんだよな、っていう。ね。確実にもう病気になりかけてる人に言ってるだけなのに、ね、ご飯食べれてんだからいいだろ、みたいな。で、ご飯食べれなくて、うおーってなってる人が、あ、でも明日ご飯食べれるようになりますよ、これ。だってこういうになってこういう数値出てるじゃないですか、って言って。そう。天の尺だみたいな、病院で寝てんじゃないかみたいなさ、その俺らが見えてるものと同じこと言えみたいなさ感じになるから、ここに笑うしかないんだよね。レオさん、教会入りしないですか？教会ってそんな入りたいですって言ったら入れるやつじゃないですよ。そうっていうなると、うん、ね、みんな来てくれてるからそういう人にやってたらけど、そう、そこにね、教会入りとか、まあそういう、そういう分かってない人に言っても分かんないからさ、もう自分ができることするしかないですよね。僕で言うと、今はまあ、こういうにも自分のチームがありますから、そこのチーム強くするとか、あと本当に日本サッカー変えたいとか思ってくれてる人が、もう今日の動画、スーパーチャット、あ、スーパーチャットこのチャット欄にいてくれて、こうスーパーチャットくれたりとか、まあそういう人に伝えて、その人が指導だったりとか、選手として能力を発揮して、まあその人たちが変わってくれたら一個変わるじゃん。だってそれこそプロの人とか何かツイッターフォローしてくれたりとかいろいろあるけど、まあそういう人たちのプレーに影響を与えられてるっていうのは、まあ、一個自分が何かしらサッカーに貢献できてるってことだと思うし、指導者の人とかそういう人が本来さんの入ってくれて、自分のチームで指導したらうまくいきましたとか言ってもらえるのは、すごい有益なことだから。で、自分自身も前だったらできないプレーが自分が教えた選手ができるようになったり、前だったら勝てなそうなチームに勝てたとか、そういうの一個一個やっていって、あ、気づいたら日本サッカー界が進化することに貢献できたんだなっていうことに意識を向けていくしかないですよね。で、そういうふうに僕がこう、365日24時間こういうふうにやっていくじゃないですか。やっていく中で日本代表のイベントがあって、それで生配信すると、そういう変な人たちというか、ね、俺が気持ちよくなることを言え、みたいな。ムカつく感じにはすんなよ、みたいな。そう。なんならお前にいろいろ言うことで俺ら気持ちいいぞみたいな人たちが来るから、その人たちに対応するっていう、まあ仕方ないバイトが発生するんで、そうですね、だからこの定期的に来る嫌なバイトだと思ってやってますね。そんな感じでした。庄司さん、念頭を許してください。選手の力量はどんどん世界のトップレベルで近づいていってるのに、指導者の力量はだいぶ中間遅れな気が抜けません。指導者っていうとね、本当に頑張ってちゃんとやってる人がいるから、いい選手たちもできてるからね、
全部一緒くたにするわけにはいかないんですけど、どうしてもね、こうみんなが一生懸命国で育てたものを最終的に、なんていうの、一番の品評会というか、一番勝たなきゃいけないで資金のあの人会とか、最後のところでね、うん、これどの業界にもあることなんですけどね。いやもう今日、だこういう、なんていう、普段の配信来てる人たちから応援めちゃくちゃ感じますよ。というか、そういう人たちからの応援、その言葉だけじゃないものとかいろいろあるじゃないですか、本当。一個一個言うのはね、恥ずかしいこと、恥ずかしいというか、照れくさいんであれですけど、まあ、そういう、なんていうのか、サイレントマジョリティっていうんですかね、かっこいい言葉で言うと、そういう人たちの声があるから、普段の中の代表戦とかの荒ぶってる人たちのやつとか見ても、まあ、こういう人たち来るよな、普段は、あ、こういう時になるとっていうところで、まあ、冷静でいられるっていうか、本当にあの人たちばっかりだったら、行かれた世界になっちゃうんですからね。はい。徳勝さん、医師免許持ってれば言うこと聞けど、作家に関して何を言うかではなく、誰が言うかを気にする人が多います。で、僕ね、肩書きをまあ当然気にする人はいると思うんですけど、肩書き云々でも変わんねえなって思いますね。なんでかっていうと、肩書きでみんなが言うこと聞くんだったら、森保さんへの批判は僕だけじゃなく誰からも出ないから。だからそんなにね、なんていうのかな、そこを一つの理由付けにしちゃうだけで実際はそうじゃないんですよね。だって、肩書きで言うんだったら総理大臣に誰も文句言わなくなってるわけじゃないですか。っていうと、そういうふうになんかこう、なんですかね、だから攻撃してこないものを殴りたいんですよ。自分は安全地帯にいて、人のことを蔑めることって楽しいじゃないですか。無料だし、僕への悪口は。だそういうふうになんていうんですかね、貧乏人が自分のストレスどうやって解消しようかなってなったときに、一番攻撃しても殴られそうなやつで、で、そいつ自体が、なんか、こう、森保さんとか、こう、なんていうかな、こう、権力的に上にある構造のものを攻撃しているように、その人たちには同じようなことしてるように見えてるんですよ。全然違うんだけど。だって、森保さんがその辺歩いてる人だったら別に俺何も言わないじゃないですか。日本代表の監督で、ね、一つの責任と選択肢を、与えられてる人なのに何もしてないから、まあ、何もしてないからというか、必要な手を打ってくれてないのが、こう、鮮明に分かっちゃうんで、そういうのを言わざるを得ない立場になってるんですけど。なると、あ、じゃこういう、自分と同じように見える、まあ、素人に見える人がそう言ってるから、あ、これはいいおもちゃだぞってなってるんですよね。うん、で、そういう構造を、僕の場合は、こう、なんていうのかな、こう、そこはメタ視点で理解してるから、そこはもう一旦ほっとくじゃないですか。ただそこはほっとけるんだけど、じゃあ日本が強くなるために何が必要かっていうところで、その、できてないことを言うことにはほっとけないから、そこには、意見を持ったり批評したりするじゃないですか。あと、これに対して、ほっといてる人たちがずっとくっついてくるんだよ。で、このくっついてくる人たちを俺は気にしないというか、こう、僕自身がいじんなくても、今はそれこそ切り抜きチャンネルとかいろいろあるから、まあ、これは僕が有名になればなるほど起きる現象なんですよ。でこれは例えば誰だ世界一の人に例えば、まあ、ビリー・アイリッシュとかなのか今だったらビリー・アイリッシュとかがさ一言言うだけでビリー・アイリッシュの知らない人たちがそれに対してわーって言うでしょってなるとこれを全部統制することなんて無理じゃないですかってなった時にもうビリー・アイリッシュできることはもう言ってる人たちいっぱいいるけどどんどん次の作品作っていくとかそういうことにしかなんなくなるからこのフェーズに誰しもがなるでこれを僕もやってることは、それやってることはもう、月のすっぽんっていうか、全然違う、スケールが全然違うけど、同じように、まあ、どうせいろんなところでいろいろ言われてるだろうけど、まあ、今、レオザフットボールがやることは、こういう生配信に来てくれてる人には、日本、サッカーってこう、こうで、こういうとかありますよっていうか、まあ、先日こういうのですよ、遺跡の話はこうでこうなってるからこうだねとか、グリーリッシュどうなんだろうね、こうだとこうだしね、みたいな、こう、サッカーの楽しいことを伝えて、もっとこっちの世界に入ってきてもらって、サッカーを楽しんでもらうっていう一つの仕事。で、それと別のところでオンラインサロンとかでもっと深い戦術なことを授業したりとか、自分のチーム強くしたりとかっていうのが一つの仕事。で、それ以外に外からもらえる仕事とかそういうので、まあ自分が貢献できることをやるっていうそういう仕事をやっていくみたいな。で、やっていく中でまたいろんなそういう、まあ薬でいう副作用みたいな。こういう一生懸命やってるといい効果でさ、こう、普段こう生配信来てくれる人がいたりとか、その人たちがまたいい影響を与えてサッカー界良くなっていくっていうのは、これが本作用ですよね。なんですけど、それと別に副作用ですげえもうめんどくさい人たちがいろんな人がついていくんだってあるから、この副作用をいかに無視できるかみたいな。無視できるっていうか、副作用があるものとして生きていけるかみたいなことですね。